お世話になっておりますマサルです。今回はソルトとストレッチングについて一緒に勉強していきます。今回学ぶ内容です。まずソルトについてお話しします。その後ストレッチングについてお話しします。それでは始めていきましょう。ソルトとはパスワードをハッシュ化するときに加えるランダムな値のことを言います。ソルトを加えてハッシュ化することでパスワードクラッキングを防ぐことができます。前回のパスワードクラッキングのオフライン攻撃でお話ししたように、一般的にパスワードなどの情報はハッシュ処理を行い、ハッシュ値として保存することでパスワードの流出を防いでいます。しかし攻撃者はよく利用されるパスワードとハッシュ値の関係性をあらかじめデータベースで管理するなどして効率的にパスワードを解析しようと試みます。例えばパスワードという文字列のハッシュ値を攻撃者があらかじめ知っていれば、調べようとしているハッシュ値の対応関係でパスワードを推測することができてしまいます。このように対応関係からパスワードを解析されないようにソルトを利用します。パスワードなどをハッシュ値へ変換するときにパスワードにソルトを加えます。つまりランダムな文字列と一緒にハッシュ化をするということです。ソルトを含めてハッシュ化をすると、同じパスワードでもソルトが異なれば別のハッシュ値として算出されるため、パスワードの推測を困難にすることができます。次にストレッチングです。ストレッチングとはハッシュ処理を何度も何度も繰り返すことでセキュリティ強度を高める方法です。例えば平文のパスワードに対して1000回ハッシュ処理を繰り返します。算出された情報をパスワードのハッシュ値として記録します。攻撃者がこのパスワードのハッシュ値を解析するためには、10回目のハッシュ値、100回目のハッシュ値、1000回目のハッシュ値なども解析対象とする必要があり、解析がとても困難になります。よってストレッチングを行うことでパスワードの安全性を高めることができます。それでは今回はソルトとストレッチングについて一緒に勉強しました。少しだけお知らせです。皆さんの応援のおかげで本動画シリーズが書籍になります。通信販売、電子書籍での発売もあります。詳しくは概要欄をご覧ください。それではおまけトークです。今回はパスワードクラッキングの対策としてソルトを一緒に勉強しました。ソルト以外にもペッパーというパスワードクラッキングの対策があります。この2つの大きな違いは、ユーザーごとにランダムな文字列を使うのか、すべてのユーザーで同じ文字列を使うのかの違いです。ペッパーはすべてのユーザーで同じ文字列を使うので安全性はソルトに劣ります。しかしソルトはユーザーごとに異なる乱数を使うため、各ユーザーごとにソルトを管理しなくてはなりません。一般的にそのデータはデータベースに保管されるため、データベースの情報が漏洩してしまうと第三者にソルトを知られてしまいます。そこでペッパーを利用します。ペッパーはすべてのユーザーで同じ文字列なので、データベース以外の場所で保管しやすいという特徴があります。なのでこのソルトとペッパー2つを組み合わせてパスワードをハッシュ化することで、さらに安全なパスワード管理をすることができます。塩と胡椒で美味しく味付けをして安全にパスワードを管理するということですね。それでは今回もおまけトークまで聞いてくださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。